何それ魚やってきました海ホタル。今日ちょっとヨメピーがドライブに行こうということで千葉方面に向かってるんですけども、今日千葉のどこ行くのかな。南房総ちょっと遠くない？ということは、泊まりかな。泊まりホテルいつ取ったの。昨日昨夜どうもいそいそしながらなんかやってるなと思ったらしっかり飛び道具も揃えていてこっそり車に詰め込んでいるという周東さん、さすが嫁 P である。昨日取れるホテルってある意味ヤバくね。てか温泉なの。温泉ほう。あとねバイキング温泉&バイキング、それは楽しみだ。でちゅうことはやっぱり神社行くってこと。ある意味よくわかんないですけど、お楽しみに。はい、じゃあね、千葉南房総へ向かってゴー。立山ロープウェイ。さてどこにこれは続いてるんでしょう。千葉150周年。寺って言ってたのはこれのことかです。日本寺日本寺なんかすごくね。現在地より片道45分、なかなかのなかなかの気合が、うん、あ、すごい、なんか、へえ。今ね、どこだろう。すっげ
綺麗だこれ。今どこに行くかわかんない。ここら辺じゃない？ RPG のマップでしょうか。てっきり山頂付近に施設が密集しているものとばかり思っていた無知な我々は、この後ヘビー級の体に鞭打って地獄の階段昇降ハイキングを行うことになろうとは夢にも思わなかった。あ、素晴らしい絶景でございます。のこぎり山山頂、標高329メートル。素晴らしい向こうがいつも釣りをしている栗浜お日。大島とか、まあもやってて見えないけど、なんか浮島っていうの見えそうだな。で、あの沖のとんがってるのがこれ角崎って、あの東京湾から出るところだ。そうだ。これ浮島やな。すごい。何？角崎行くの？東京湾だけど、この辺りまで来るとビーチも綺麗だね。風が気持ちいい。こっちが東京側。なかなかタフだね。山を越えると日本一のなんだ地獄の時。やばい階段があるけど、こっちじゃこっちでいいのかな。これは何だろう。この地獄のぞきに向かって行くぜ。はい、答えるな。もうなんかでもいい雰囲気だね。岩に根が張ってて、これアジサイ。そうですね。すごいです。石切り場？すごいね。すごい。滑る、気をつけな。おお、なんかすごくね。インディ・ジョーンズかよ。おお、なんかすげえじゃん。へえ、これ何これ、すっげえこれ。で何、あそこ、あそこ行くの？そうそこそこやばっ。マジでやばくね。百尺観音。おお、マジすげえ。このスケール感なんと伝えたらよいでしょう。しかしやばいぜ。あそこに行くのか。こっちが地獄の時。よし、頑張っていこう。めっちゃ急な階段。まだまだあるよ。上の方です。
いややっと着いたって、やば、なかなかの断崖絶壁でございます。やべ、じゃあ行ってみるか。っちこっちもやべ。そうだ。そして大仏、大仏さん、大仏まで片道20分なかなかのもんやな。さあ行きましょう。ここは下りだね。違う、我ら体重が重いからさ。手でバランスを取っているよ。トカゲ、トカゲ、すごい綺麗だね。お、なんか出てきたよ、両国観音って。へえ、たくさんの観音様。岩窟、通天館、通天館。千葉の山田市って。どっち？こっちの方が険しいが、いろいろ見どころがあるということなんで、こちらの道を選びました。なんか観音様とかがところどころね、ほら、いる。百体はいないけど、あ、でもなんかこの通りがほら下にもいるよ。いや、これが百体なんだな。天然の滝でございます。はいはい、これが百体観音ね。よし、すごいね。ゆっくり見たかったけど、地滑りして怖いなんかね、崖崩れかな。観音様は無事だったようです。赤石じゃない、汗かきじゃねえか、汗かき不動尊。飲めていいの状態。せや、汗かき不動尊。よいしょよいしょ。塩が浮き出てる。ああ、この苔が汗かいてる様なんやな。はい、俺も汗かき不動。いや、まだ階段すごい続くんだけど。危険だけど。頑張れ。汗かき不動。これなんて読むんだ。なかなかタフだぜ。おお、すごい。王のエイレイの墓だって。え？道に迷った様子の嫁ピン。ここら辺だと思ってた。公共院と、これか。東京院と面白いところやな。日拝堂、諸行は無常にして一切空なり、すなわちこれ如来の大円覚。みんな頭が取れちゃってるよ。ほらほら、ねえ、なんか石が気になるし。どうした、ここも石切り場の跡かな。迷子になってる嫁ピン。そして上り階段。
あれ何、聖徳太子だろ、これは聖徳太子、はあ、そうね、聖徳太子ね、はあ、なんかちょっとこれ新しそうね。いや上の方から人々の悲鳴が聞こえてくる。はい、よし、大仏に、大仏に向かっていくようで、これ橋、これ橋、橋でございます。そして不動滝、あ、宇宙人がいるもんですよ。宇宙人はいないけど不動産かな。大仏近道、近道が激しい道。でかい、これも男のロープやもん。何これ行った後に、あいやあ階段降りたらすぐあるのかなと思ったら、いやまだまだ、ここもなんか岩窟やん。何どこあそこまで降りるってことか。なかなかのもんな、おっちゃへんって。あれがおじわと、はい、そしてごま靴、工房のごま靴、工房の筆を、よし、開けたところに出てきたぞ。あれな、こっちはな車で来れるのかね。あーなるほど、おー、なるほど、車でこっちに来れるのね。大仏、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 開けたところに来ましたが、開けたところの先は流しと。お、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 これすごくね、これやっぺくね、これめっちゃでかいじゃんこれ。へえ、何これ、石直接掘ってあんの、すげえ。あ、線香ここで買えるのか、線香買っていくか、我が屋敷に。シャッカのこぎり山梅台地蔵さん、石かなと思ったら、ほらほら、これ全部ちっちゃなお地蔵さんなのね。ちびっこお地蔵の山、みんなの願いが山とすごいね。これもお願いしとこうかな。そうだね、5億円ください。ドクターペッパー、めっちゃうまい。
大黒堂様。大黒堂大好きだって。へえ、鬼瓦が立派や。うん、かわいい。うん、大黒様。これが、ね、一夜で彫ったという大黒様、うん、へえ、かわいらしい。お寺なんだろうね。このお堂は何でしょう。薬師本殿、伊王殿。様式は鎌倉時代の禅宗様式。お、なんか鳥居があるよ。よいしょ。謙信謙婚稲荷だって。謙婚稲荷。頼朝さん。すごい立派な蘇鉄。漱石式って書いてある。なんか歌を読んだ。はあ、なんか歌を読んだ。この蘇鉄が頼朝の蘇鉄？すっげえ立派や。へえ。ダルマ石、そして源頼朝公お手植え大蘇鉄樹齢約804年。すっごい立派。そしてこのお寺は今工事中だから入れないのかな。よし、じゃあ今の山々を登ってロープウェイに行きます。どんだけ戻んなきゃ。百体不動。なんかさっきのちょっと様相が違うね、うん、全部なんか石っぽいなってる。石に来ない。ルーテックス。へえ。さっき入れなかった寺。新築中かな。今行き気絶するんで。ずいっとずい。あとちょっと、あとちょっと、これじゃ。戻ってきた。エイドリア。やっとゴールかと思ったら、ロープウェイ山頂まで5分から10分。やばかったね。やば。これね。よく帰ってこれだね。遭難寸前っていうか、これね、泊まりがけじゃないと死ぬ。もう早くもう温泉歩きたい。足がガクガクして。足が棒。この後ちょっとお昼は行くけど、うん、どこ行くか決めてなくて、うん、でさらにまた次神社が待ってんの。神社。神社。もうお腹いっぱいだけど、ちょっとね、じゃあ一休みして。そう
ご飯食べてじいちゃん行きましょう。創立100年記念が味くらい給食なんか小学校の跡地の道の駅にしたみたいな。うわ、学校給食、アジフライ給食食っちゃったよ。なんか美味しそうじゃない。でっかい釣れたてかな、美味しい。新米入荷、令和の米騒動をものともしないこのスタイル。そして二宮先生、はい、ヨメピーが過去の T シャツを見せてお土産に買っていきます。ホタショウですね、ホタショウ。なんて読むのこれ。宮平大社安保神社で関平大社関平大社阿波阿波神社阿波神社。へえ、真っ白の堀だね。なんか素敵な参道だね。神戸鳥獣保護区。へえ。宝次郎。すごい、なんかすごい素敵な場所ね。
岩場がある。お、スズメバチ。スズメバチよ今。お池があるね。ご神木。書いてないな。いらっしゃらないから。おお。お参りしていくか。はい。富岡宮って書いてあるよ。これ何、ご浸水が。ああ、残念。こっちなんだろう。どなたでしょうか。あれ、お伊勢様。おい、入信じゃない。マンコがうちいるから。ドッグストーン。ドッグストーンいいじゃない。麓に厳島社がありました。お参りしておきましょう。ふもとに池がありました。こいさん、こいこいよ、こい勤務やってこい。なんかいいね、シーサイドリゾート。およそ3000円。ハワイ。